ウ星は中国の女子スピードスケート選手。ハルビン出身。9歳でスケートを始めた。ハルビン主犯大学で学ぶ。ジュニア年代での大きな実績はなく、2008年に国際舞台へ登場する。デビューシーズンのワールドカップ長野大会500メートルで優勝し、100メートルと500メートルで同シーズン総合5位、世界スプリント選手権総合3位に入る。 翌シーズンは苦しみ、ワールドカップでは一度も表彰台に立てず、バンクーバーオリンピックでは1000メートルで32位に終わった。新シーズンはワールドカップの出場を控えてアジア冬季競技大会に臨み、バンクーバーのメダリストであるリアイバナや王北西を抑え優勝。2011、12シーズンにワールドカップの500メートルで、 勝勝ををげこののシーズンの総合優勝を勝ち取る世界スプリント選手権では出遅れたが2日目の500メートルで世界新記録をマーク。クリスティン・エスビットも初日1 0 0 0メートルの世界新記録を出したハイレベルな争いを制して初優勝を果たした。中国人選手が世界記録保持者となるのは初めてであり、また36秒台をマークしたのは女子選手として、 史上初という快挙だった。さらにこの時出したスプリント複合得点も世界新記録だった。シーズンを締めくくる世界距離別選手権では2個の銀メダルを獲得した。世界記録はいずれも翌年に更新されたが、このシーズンの好成績により大きな注目を浴びる存在になった。 2014年のソチオリンピックにも500メートルと1000メートルに出場予定だったが、2014年2月6日、欠場が報じられた。2018年のピョンチャンオリンピックでは500メートル9位、1000メートル17位に止まった。26歳、ウセイが女子史上初の36秒台、スポーツ日本2012年1月30日、スピードスケーティングレコーズ。 ヒストリカルワールドレコードスプリントコンビネーションレディース国際スケート連盟によるスピードスケート中国の右星が欠場500メートル女子の全世界記録保持者産経新聞 http://sankei.jp msn.com ソチ2014ニュース14207ソック14兆207億 1536N 1HTM 2014年2月9日閲覧。ありがとうございます。